森田和義アワー笑っていいとも。夜の笑っていいとも。春、秋のドラマ特大号。夜の笑っていいとも。春、秋のドラマ特大号は、2010年4月12日から2011年4月11日までの1年間、毎年、春と秋のテレビ番組改編時期の月曜日21時23時33分に、富士テレビ系列にと生放送されていた、笑っていいとも。 の特別版、バラエティ番組、トーク番組である。モノラル放送、ハイビジョン制作が実施されている。名称は、春、秋のドラマ特大号、ドラマ特大号。2010年春、秋の大会は、新宿駅東口前、スタジオアルタより生放送されていた。2001年3月26日から2009年10月12日の8年半。 テレビ番組改編時期の年間2回のペースで放送された生放送の笑っていいともの特別版である笑っていいとも春秋の祭典スペシャルの発展版であり2010年年度から放送が開始された総合司会はこれまでの笑っていいとも春秋の祭典スペシャルと同様に森田和義といいともレギュラーの中井正が務め進行は フジテレビアナウンサーが務める。収録、放送スタジオは、笑っていいとも。春、秋の祭典スペシャルとは異なり、フジテレビの V3 スタジオ、V4 スタジオからの生放送ではなく、通常の、笑っていいとも。が生放送が行われている、スタジオアルタの7階にある、テレビスタジオから放送が2010年春、秋の大会では行われていた。お昼の生放送ではなく別に、 夜という時間帯に生放送がされているため、また、スタジオアルタから放送されていることから、夜の笑っていいとも、という番組タイトルがついた。だが、2011年4月11日放送分の、笑っていいとも、2011号か俳優25人人気芸人が、大集合 SP からは、フジテレビの V4 スタジオからの生放送となった。2011年7月24日に、 地上アナログ放送が停下するのに伴い、2010年7月5日から地上デジタル放送への完全移行を前提に、アナログ放送の全番組が画角16、9のレターボックス放送に移行、本番組もアナログ放送では2010年10月11日放送分の秋のドラマ特大号よりレターボックスで放送されていた。2011年春を最後に放送はしていないが、 変わって2011年10月10日に同じ森田和義、中井雅宏の二人の司会による最新バラエティ特番、タモリ、中井の手ぶらでいいのにドラマチックリビングルームが放送されることになった。趣旨はこれまで同様、2011年10月の新番組ドラマの出演者が一堂に会する形式となる。出演番組は主にフジテレビ系列のゴールデンタイムプライムタイムの 新番組、テレビドラマチームであり、主に、月9、飛九、飛十、飛十、日9の枠で放送されるドラマにプラスをして、笑っていいとも。チームを加えた、軽録番組の、各ドラマ約5名が代表で出演し、ドラマ出演者といいとも。代表レギュラー出演者が総出演をする。番組内容としては、笑っていいとも。春、秋の祭典スペシャルのような、笑っていいとも。 の頭や体を使ったオリジナルコーナーゲームや企画で総合優勝チーム争いをするのではなく4月10月から放送が開始される新番組ドラマ俳優、女優約20名程度を迎えて仕事やプライベートの素顔に迫るトークを重視とした企画構成となるトーク番組へと変化し笑っていいともチームは総合司会を務めるタモリと中井川に座りドラマ出演者をもてなす 側の立場で参加している。だが、視聴率の低迷により、笑っていいとも。春、秋の祭典スペシャルの番組内容に差し戻し、2011年からは、笑っていいとも。の頭や体を使ったオリジナルコーナーゲームや企画で、総合優勝チーム争う方向になる。番組テーマ曲、CMI キャッチは、年末年始に生放送されている、笑っていいとも。 特大号と同じものが使われている。夜の笑っていいとも。ということで、タモリが夜の笑っていいとも。春、秋のドラマ特大号、そろそろ行ってもいいかなのお決まりのタイトルコールの言葉に対して、客席の女性たちにセクシーバージョンでいいとも。と言ってもらうのが定番となっている。以下は、フジテレビアナウンサー。その年により、アナウンサーが変更される。 共にフジテレビアナウンサー。主に VTR のナレーションを担当ゲスト、出演者チームトピックスゲスト、出演者チームトピックスゲスト、出演者チームトピックスイートも、メンバーが選ぶ、ドラマセキララ共感ランキング事前に、ドラマ出演者のプライベートにまつわるアンケートをもとに、イートも、レギュラー陣全員が審査をして、ランキング形式にて発表をする。 人気男性俳優陣が思う、思わず、キュン、としてしまう女性の仕草ランキング、私と付き合ったらしてあげることランキング、この気持ちあるある。共感川柳ランキング人気俳優、女優陣20名がテーマをもとに川柳を作成し、いいとも、レギュラー陣全員が投票し、ランキング形式にて発表をする。川柳作家安美理恵が監修、評価を務める。 私が感じる私生活の不満人気俳優の川柳ランキング私、これ、なしでは生きてられません。ドラマ出演者の今、最も興味を持っていることについて徹底的に番組独自に調査をして掘り下げていくコーナー。私、これ、なしでは生きてられません。偽企画これなしでは生きてられません。お宝ナンバーワン決定戦いいとも、レギュラー人3名が笑って そのドッキリのリアクションを見る。偽企画これなしでは生きてられません。お宝ナンバーワン決定戦もしも、オードリー春日がターザンの表紙を飾ったら、ターザン全面協力。オードリーのカスガ明に雑誌トルザンの病死の依頼が来たという偽ドッキリを観光。痩せてもいいかなオードリー春日の面白く痩せるオリジナルダイエットということで春日が考案した。 ダイエット方式で雑誌ターザンの表紙を飾る。雑誌ターザンがカスのあるギャグに興味を持つ。ドラマ人が挑戦。いいとも選手権、SP ドラマ各チームの代表者が様々なゲームにチャレンジをし、優勝したチームには打ち上げ代金が目録として贈呈される。手押し相撲俳優最強決定戦各チーム代表者の俳優計4名による手押し相撲対決。 優勝をかけて変則トーナメント方式にて、勝った2チームが決勝戦に進出できる。胸キュン。恋愛共感ランキング事前に、ドラマ出演者の恋愛にまつわるアンケートをもとに、一般人が共感度で審査をして、ランキング形式にて発表をする。事前に、ドラマ出演者の恋愛にまつわるアンケートを、街の独身女性100人が共感度で審査をして投票。 ランキング形式にて発表をする。人気男性俳優陣が思う。思わず好きになっちゃう女性の仕草。ランキング人気女性女優陣が思う。私が夢見る。最高のプロポーズランキング。この気持ちあるある。共感川柳ランキング人気俳優。女優陣25名がテーマをもとに川柳を作成し。いいとも。レギュラー陣全員が投票し。ランキング形式にて発表をする。 川柳作家安美理恵が監修、評価を務める。この気持ちあるある。共感川柳ランキングここだけの話。マネージャー告白ドラマ出演者について、マネージャーに事前に取材し、普段は知れない一面をスタジオで発表する。ここだけの話。マネージャー告白ドラマ人が挑戦。いいとも選手権、SP ドラマ各チームの代表者が様々なゲームにチャレンジをし、 優勝したチームには、打ち上げ代金が、目録として贈呈される。手押し相撲俳優最強決定戦各チーム、代表者の俳優計4名による、手押し相撲対決。優勝をかけて変則トーナメント方式にて、勝った2チームが決勝戦に進出できる。心を一つに、ザ・チームワークバトルといえば、というお題が出題され、ドラマ出演者といいとも、 レギュラー陣2名、合わせて7人全員の答えを一致するような回答をするコーナー。揃った最多数10点獲得。全員揃えば100点獲得。幸せになろうよチームは中井正宏も参加した。プライベートレース誰が金なの。ドラマ出演者5人のプライベートをテーマにしたレースの1位を予想するコーナー。正解すると30点獲得。笑うと負けよ。 アップップ、人気芸人、劇団一人、友近がネタを一組ずつ披露するので、ドラマ出演者国民は笑わずに、我慢できれば1ネタにつき10点獲得。気になる、人気ランキング1位じゃないんあるテーマのランキングのベスト、10の中から1位ではないものを、ドラマ出演者らが選んで当てていく。最初のクリアは20点。以降は10点ずつ上がっていく。コーナー司会は、 カトリ・シンゴが担当した、シンゴのマイクロフォンマイクの色は黄緑。逆転チャンス。ゴルフボール一発、落としテーブルクロス引きの要領で並べられた5つのゴルフボールすべてをコップに入れられたら、成功。成功すれば300点獲得。ありがとうございます。